鈴木宗男先生、はい、ご名受けました、はい、率直に感想。鈴木先生とは仲良くさせていただいている、個人的にね、特に仲良くさせていただいているので、まあ、宗男先生らしいなというか、まあ、勉強になることはいっぱいありますよね。まあ、僕はだから鈴木先生から何を学んだかっていうのは、名誉毀損しろなんですよね。相手の名誉を毀損した時に初めて相手が反論する、反論して相手の反論が通ったらこっちの負け、でも相手が反論してくれればこっちの勝ちなんですよね。でも名誉毀損罪を恐れて名誉毀損しなければ、いつまでたっても相手が調子乗るっていうことを一番教えてもらいましたね。でその方法が実名を公にしなさい。で当時はインターネットがなかったので、それを宗男さんはテレビとか CS のテレビでやって、それを文春が取り上げたっていうところからすると、まあ、当時からそういう逮捕されることを恐れずにやっておられるところはすごく尊敬も共感もしていますし、まあ、宗男先生がいなければ今の僕は間違いなくなかったでしょうね。あの手法に関しては特にもう一つは、結果は後から出るっていうことをすごくおっしゃる方、今回もおっしゃってましたけどね。だから僕は当然そのロシアとウクライナの戦争、もちろん今イスラエルも戦争してますけどもね、パレスチナと、まあしない方がいいに決まってるわけですよね。でそのために何か解決方法が、明確な解決方法があるんだったらそれはもう止まってるわけですけど、じゃあそれを模索するために動くことはすごく僕はいいことだと思いますけどね。何かやれば必ず批判を受けるっていう意味では、やったことがいいことか悪いことかは僕の知恵では知識ではわからないですけど、宗男先生らしいなとは思っていますし、やっぱり政治家の答え合わせって後からなんですよね。やっぱり5年10年早くても 2、3年かかるわけですよね。だからまあ今のこの我々 NHK 党のお家騒動もね、これが 2、3年経った時にどう評価されるのかっていう感じでしょうし、まあ結果って皆さんあんまりね評価してもらえないのかな。実際 NHK の集金がね、まあ、外部委託の集金は少なくとも先進現在止まっているし、もうね NHK の集金の被害っていうのはほぼない状態なんですけど、まあ、そういう評価がなかなか、ね、うまくいった時はあまり評価されない寂しさみたいなのはありますけどね。宗男先生もまあ思想と行動は違うっていうことを言いたいんですよね。ロシアはやっぱり武力侵攻していたのはロシア側ですしね、ロシアを非難するべきだとは思うんですけど、ただじゃあ一方で行ってみないと情報入ってこないわけですよね。今そのウクライナ側の情報しか入ってこないっていうのはやっぱりすごい危険なんでね。だからやられてる行動についてはすごく尊敬しかないですけどね。思想は別にして行動は見習いたいと思いますね。ありがとうございます。はい、あそこで、浜田さんに、会派として宗男先生との合流というのはありえるでしょうか。いや、私は特に前向きな考えはないです。はい、ロシアの勝利を信じる発言で日本維新の会を除名になった鈴木宗男参議院議員への、まあ、勧誘についてお話をしたいと思います。まずですね、先に結論を言っておくと、NHK 党にとって、まあ、鈴木宗男さんをですね、声をかけて、まあ、仲間に入れてみてはという声が、あったということは事実です。で、まあ、検討したというのも、まあ、事実でございます。まずね、その点は、言っておきたいと思います。というわけで、少し背景をお話ししたいと思います。こちらのね、まあ、記事にありますように、まあ、皆さんご存知とは思いますが、日本維新の会の所属であった、鈴木宗男参議院議員がですね、党に無断でロシアに渡航してですね、まあ、さらに、まあ、ロシアの勝利を、まあ信じているなどの、ね、まあ、発言を、まあ、されていたということです。で、この発言を特に重く見た日本維新の会がですね、除名処分にしたと、除名処分の方針であったと。で、そういった方針を受けてですね、まあ、鈴木宗男参議院議員は除名される前にですね、まあ、党の方を離党したと、まあ、そういう、報道内容であると、まあ、私が承知しているのはね、まあ、そういうところでございます。こういったね、動きを受けて、まあ、NHK 党は勧誘してみてはどうだというですね、まあ、ご意見、たくさんいただいております。
本日もですね、党の会見で、ね、私も質問をいただいたわけですね。鈴木宗男さん、まあ、維新の会を離れたということで、まあ、会派合流の呼びかけなどはどうかということではあったんですね。まずですね、まあ、ちょっと法律的なことからお話しますと、鈴木宗男さんが NHK 党に入るっていうのはね、基本的には無理なんですね。というのも、2019年のね、参議院選挙で確か、鈴木宗男さん当選をされた。しかもね、全国比例、日本維新の会の全国比例だったと、認識をしております。で、まあ基本的にはですね、その当時の所属政党の議員というのはですね、同じ参議院選挙に、まあ、出てた、政党、政治団体には移籍できないということになっておりますと。まあそういう事情があるわけなんですね。うん、そういうことなので、NHK 党に入ることはまあできませんが、まあただね、あの参議院の会派として、一緒に活動するということはまあ可能であります。で、まあ実際にですね、党の中で、そういうことを、まあ、検討するということは、ありました。まあ役員会であったりですね、党の役員ラインなどでですね、そういうことの検討が、まあありました。私はですね、まあ鈴木宗男さんの発言に内容についてはもう全くね、あの賛同できませんが、まあただね、あの国会の中では数は力というところが、まあ、あります。会派でね、あの3人になると、多分ね、予算委員会の議席なども取りやすくなるということもあってですね、まあちょっと取れるかどうかわかんないですけど、まあただね、あの発言といいますか、我々のね、出番っていうのは国会での仕事もですね、幅が広がるというのもありますので、まあ、私は積極的にはね、あの賛成というわけではないですけれど、まあ反対する意思は、まあないということを、まあ、お伝えをしております。で、まあ、この件については、まあ、斉藤健一郎さんはですね、結構、まあ、北方領土問題は、まあ、しっかりやっていきたいということで、まあ、斉藤健一郎さんは、まあ、結構歓迎といいますか、そういう前向きな、形でありました。で、まあ、立花党首はですね、はい、鈴木宗男さんと結構、まあ、仲もいいので、ただ、そこで、強く反対をされる方が、おりました。それはどなたでしょうかというとですね。まあ、回答、答えは、丸山穂高さんでございます。まあ、丸山穂高さんは、まあ、強くね、まあ、反対をされたということで、今回の鈴木宗男さん勧誘計画というのはですね、まあ、なしになったということでございます。まあ、これはね、それぞれのね、考えはありますし、まあ、誰とね、組むか、誰を仲間に入れるかというのはすごく重要なところでもありますので、ここでね、皆さんには、丸山さんのせいで、そういうことがおじゃんになったみたいな、そういうね、責めはしないでほしいかなとは思います。いろいろとね、ありますが、まあ、数は力だということはですね、まあ、常々、私も国会にて実感しているところでありますので、まあ、鈴木宗男さんとね、同じ会派というのはなかなか私も面白いとは思いますね。はい。まあ一緒にね、方が、まあ同じ委員会、同じ会派で、まあ出ていると、まあ結構いろいろと、まあ見方としてね、すごく心強いところは、まああるとは思います。ので、まあ私もね、まあ賛成反対強いわけではないですけれど、鈴木宗男さん会派に入っていただくことで、すごくいいところも、まあ、多々あると思います。メリット結構大きいとは思います。まあいろいろとね、こういう内容については叩かれるかもしれませんが、そういう動きがあったというのはですね、まあ、もうお伝えしたいと思います。というわけで、以上で、ございます。鉄道さんのお店に来ております。東京新橋、タイガースタジアムです。
ありがとうございます。ぜひあのね、すいません、急に何かやらかしてあの僕もこれからそっち来ると思いますので、阪神ファンの皆さん、ぜひ野球を見ながら、ね、飲んで食える店なので、ということで終わります。よろしくお願いします、はい。ぶっ壊。